2020東京オリンピックを控えて決戦の地セルビア入りしたイムンギュ女子バスケットボール代表チーム監督が必勝の意思を固めた。韓国女子バスケットボール代表チームは去る2日、オリンピック最終予選が開かれるセルビアベオグラードへ出国した。3日、現地に到着した選手団は時差適応など大会準備を本格的にスタートした。 イムンギ監督は、選手たちが一晩中飛行したからか、初日はよく寝たようだとし、しかし、今日から調整をしっかりしなければならない。1日経ったら時差を克服すると思うと現在の選手団の状況を伝えた。代表チームは悪材料を抱えている状況だ。 キム・ジョンウンがアキレス腱の負傷で正常なコンディションを維持できずにいる上、シン・ジヒョンとユン・エビンも負傷のためコアラとシムソン・ヨンに交代した。イムンギ監督は、キム・ジョンウンの負傷が我々にとっては大きな心配こととし、英国、中国との試合では15から20分、プレーできるくらい準備している。まだは2から3日が残っているため、 状態を中止すると話した。続けて、シムソンイオン、コアラが遅れて合流したが、スピードがいい選手たちでファイトが溢れているため、チームにもプラスになると思うとし交代で合流した選手たちへの期待を示した。韓国は中国、スペイン、英国と C 組に編成。組3位までが五輪本戦いに出場できる。 イムンギ監督は、スペインを除いた残りのチームと勝敗を分けなければならないとし、一勝だけして通過することより、二勝して安全に五輪に出場したいと語った。